背面が光るルナを見に行きました。はい、皆さんこんにちは。香港在住携帯電話研究家山根康ですが、はい、皆さんお気に入りというか気になっているルナ2Hz に来ましたね。あります。そしてね、実はブラックモデルとホワイトモデルあるんですが、じゃん、なんとですね、色2つあります。こちらのモデルがホワイトだけで、もう一つのパターンはカラーがチェンジャブルというか、エニーカラー、どんなカラーでもいけるというやつですね。なので黒と白のモデル、白いライト、そして黒と白のモデル、色が、6000色かなんか分からないけど自由に変えられるという、全部で4つのパターンがあることが判明しました。いや、やっぱりね、白は退屈じゃない。まあちょっと赤はどうかと思うところあるかもしれませんが、このね、ちょっと色分からないかもしれないけど、ブルーがかった色も美しいですよね。で、まあスマートフォンそのものとしては 6.8 インチのボディかな、なのでまあそのあたりは普通かな。でこれ、ヘリオの99でいいのかな、6789なので 5G には残念ながら対応していません。で設定の方を見ると、はい、ライトってあったんじゃない、あった、 LED ライトね。ここでまあパターンとかをいろいろ変えられるようですね。リングトーンの、これは音か、このパターンね、ランダムにしたり、パターンがデフォルトで6個あるみたいですね。はい、でなので、まあ、スマートフォンとしてのね、性能云々よりもやっぱりこのね、某 N とそっくりなスマートフォンってとこなんですけど、欠点はね、重い。やっぱりね、ライト埋め込むのはね大変なんでしょうね。だからナッシングはよくやったと私は思いました。まあでもね、とにかく楽しいんじゃないですかね。で一応説明員の方によると、最初にこのカラフルバージョンの方を先に出すと。まあでも本当にね、楽しいんじゃないですかね。ルナでした。